まあ、昨日もね、大阪行ってきて、まあ、ずっとこのところね、大阪行ったり来たりで、なんか3回くらい週に行ってるんだけども、ね、まあ、昨日は一応ね、うちのセミナーで行ってきたんだけど、なんとなくこうね、だんだん近くなってきたなって気するよね。で、ね、江坂のね、オフィスの方も一応今回、福島、ね、君が帰ってきて、で、今3人体制でやると。で、空室対策ね、昨日一応やって、で、大阪のやり方ってさ、やっぱり荒っぽいんだよね、仕事が。だから、ある意味でね、勝てる市場だなと思ってるわけ。あともう一つは、月夢クラブの方もちょっとね、研究してもらいたいのは、新大阪の駅前にね、あるんですよ、ワンルームとかね。で、それちょっと試しにさ、買ってやってみようかなと思ってるわけ。で、徐々にさ、今度関西圏をね、そちらの方から、うちのサービスをね、補充してって、で、全体的な、この、シミュレーションを出してみて、いい形になれば、そのまま、ね、どんと行ってみたいなと思ってるわけ。で、まあ、実際問題としてね、まだ大阪はさ、40室しかないよね、管理ね。で、こっち本体の方はまあ3700、ね、4000にだんだん近く続いてきていて、で、これの分量からいくとさ、大阪もやっぱね、4000室くらいは やりたいなと思ってるわけじゃん。そうすると、こっちの方も徐々に増えていって、次は今度名古屋ね。で、昨日、まあ、札幌に物件持ってるんで、なんとかお願いしますよなんて話があって、で、まあ、札幌は一応加盟店があるので、まあ、どうでしょうみたいな話はしたんだけど、やっぱね、直接じゃ嫌だっつうんだな。だから、ね、要するに、一回その管理をさ、うちで任せていてくれてる方だと、うちのやり方が一番いいと思ってくれてるのね。だからそれは、すごくいいんだなと思ってるんだけど、ただ、ちょっとやっぱ自信がないとかね、自信がないってできないので、まあ、ちょっと、それ、現物見せてもらって、じゃあ、それから検討しますよって話はしたんだけどね。そういう風になってきて、だんだんね、このサービスのやり方が変わってきてない。で、今インターネットがね、どんどん普及するよね。でさ、例えばさ、今までね、取れていたさ、利益が急激になくなるってことあるわけね。例えば、卸売、ね、卸の会社あるよね。物を製造してるところから、要するに、ストックを取っといて、こっから販売してる人たちいるよね。これってさ、実は、いるかいらないかの問題になってきちゃってるんだよ。ね。あと、例えば、ね、先日ね、ある、ね、鹿の方から話聞いたらね、今ほら、鹿の技師いるじゃん。鹿技師ね。歯ほら、治すときさ。あれ、もう今は、あれなんだよね、いわゆるさ、X 線とさ、あとなんだっけ、立体画像するやつね。あれのデータを、韓国とかに送るとね、韓国で作れちゃうらしいんだよ。で、その製品、ちっちゃいわけじゃん。ね、で、そのちっちゃいものを、ね、郵便で来るらしいんだよ。そうね、意外に2日3日でタイムリーにできちゃうので、わざわざ日本の技師を使わなくても良くなっちゃうかもしれないって言ったわけ。これすごいことだよね。で、あとはそのさ、中身のね、要するに成分だとかそういうものがきちっとオープンになっていれば、別にね、日本で作る必要もないじゃんってことになるよね。で、それはさ、インターネットの、活用と、あとはさ、航空便ね、の要するに発達によってさ、ね、日本国内で作るよりも向こうで頼んじゃった方が安くできちゃうことね。あとほら、物はさ、今直販になってるよね。要するに、うちなんかでもそうじゃん。メーカーさんね、今床暖房さ、力入れてやってるじゃん。ね、で、この床暖房だってさ、はっきり言ってね、国内のさ、半額以下じゃん。ね、で、ね、それは韓国でね、作られたシートを使って日本国内で半額以下なんですよ。で、この間なんかね、うちの保険でホームページアップしたら、なんかそれやめてくれって言われちゃってさ、比較表はさ、やめてくれって言われちゃってるわけじゃん。それなんでかっていうと、ね、バレちゃうから。要するに、性能とさ、価格と比較して、性能が良くて価格が安いわけだから、当然そっちの方になっちゃうよねってこと。これは、要するにあくまでも中間じゃなくて、直接メーカーから、我々ってさ、ね、要するに仕入れて販売することになってる。あと今度ね、塗料なんかもそうだな。要するに、コーティング剤とかもさ、要するに海外で、要するに、これは、国産だけどさ、ね、要するに、実際問題としてさ、その製品を、ね、作ったところから直接販売できちゃうんですよ。ね。で、そうなってくるとさ、今までのさ、要するに、スーパーマーケット、デパート、いらなくねって話になっちゃう。ね。で、ね、場合によってはさ、最近ね、聞いたのはさ、電化製品あんじゃん。ね、電化製品さ、実物を確認しに行くんだよな。要するにさ、ね、販売店に行ってさ、性能を比較して聞くんだって言うんだよ。ね、聞いて買わないわけだよ。で、どこで買うかって、価格 .com で買っちゃう。だから、性能の説明は、ここのお店で聞いてだよ。比較検討して、あ、これが一番いいんだ。だから、価格 .com で買っちゃう。ひどい世界だけどさ、ね、要するに、そういう風な時代になってきちゃったってこと。
ね、だからあのそうなってくるとさ、直接売買になるね。そうすると今までのそのさ中間で利益を上げてた人たちっていうのが利益が上がらなくなってきちゃうんですよ。これね、どんどん出るよってこと。ね、あと今までね販売店とかあったね、でいろんな販売店とかいろいろねできてきてるんだけど、この販売店っていうのはさ、ね、ひょっとしたらいらないんじゃないのっていう、存在が薄くなるんじゃないのってことになっちゃう。ね、これ例えばね不動産業もそうだな。要するにさ、仲介の仕事で今まではで情報、例えば店に来たお客さんにこういうものありますよ、ああいうものありますよ、紹介するわな。だけどさ、これ紹介してても、で要するにさ、この情報がさ、もともと分かっているもんだったらお店来なくていいじゃんってことなんだよ。不動産屋さんもそう。これからね、例えば我々ね管理会社PM のね世界でいくと、要するにさ、仲介の会社ってさ、徐々に徐々に必要な分量しかいらなくなってくるってことね。あと売買の仲介もそうだな。要するにさ、ね、直接さ、例えば新築の一戸建てとか新築の物件を販売する会社が直接さ、インターネットで販売するわけじゃん。ね、だから今までみたいな仲介の仕事っていうのがさ、ね、半減してっちゃうわけで、これどん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 さ、ゼロにはならないと思うよ。もちろんゼロにはならないけども、今20何万社いるかどうかってことの検証を考えると、いらないんじゃないかなと思ってくるんだね。でそうなってくるとさ、じゃあどういう仕事の仕方が一番いいのかってことなんだけど、当たり前だけど元を割いてるってことだな。今うちのね、要するに、ね、仕事としてはさ、ね、今100人ね、規模で動いてるわけだ。でこれ動いてることって何かったらさ、ね、元々、ね、要するにうちはさ、元請けで下請けに任したところ、これ下請け、ま、だんだん任さなくなってきちゃったでしょってこと、ね、元請けのまんまそのまんま自分がやっちゃうってことになっちゃう。そうするとここでの営業活動っていうのはさ、で今までは営業費かけていろんなことをやってた人たちっていうのは、実は営業費かけても仕事来なくなっちゃうんですよ。なんでかっていうと元請けの仕事だから。だから下請けの仕事はだん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 なくなってきちゃうでしょってこと。でこれはね、全部がなくならないよ。ただ問題は、ね、例えば、ね、ゼネコンとかそういうのがさ、今まではさ設計はみんな外注にしてたな、外注でやってた。でも仕事がさだんだんなくなってきたらどうなりますか。外注しないんだよ、全部社内で今設計施工やってるわけじゃん、ね、でその設計施工やることによって外注費下げてコスト下げてるわけだ。だからこれからはね、公共事業もそうだな、急激に今減ってきてんじゃん。でこれは結局公共事業もそうだけど、要するに元請けの会社がさ仕事出さなくなっちゃった。だから下請けの会社どん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 潰れちゃう。でこれね、延々続きますよ。まだなんでかっていうと、まだ入り口だから。でこれからどんどん増えてくるってことで、ね、かつてはさ、まあ、インターネットの中間流通がないの、ね、要するに収益が上がる言ってたけど、これ自体も今度ね収益が上がらなくなってきちゃってるんですよ。だからまだまだね、これからの世界でいくとまだまだ収益力が下がる世界だから、まあ、ここで我々が何するかって言ったら、ね、イノベーションしかない。だから毎日毎日こうイノベーションを考えて新しい、ね、事業に着手するってことやってるわけだ。まあね、これね、日本全国でさそういう動きだから、まあ、そこはまずみんな理解してね、仕事にね、要するに専念した方がいいね。あともう一つは、いる人といらない人ってはっきりしてくるね。要するに有能な人はさ、どこでもね、要するに、欲しいけどもね、有能じゃない人たち、ね、ただ自己なき過ごした人はいらなくなってきちゃったじゃんってこと。だから職が余っちゃってるよね。まもなく 10% 超えますよ、失業率。だからそう考えてくると、まだまだこれからね、会社もそうね、要するに個人もそう、リストラの世界に入り込んでるから、まあ、ここは真剣にね、いろんなこういう技術をね、要するに蓄積していくのが大事だなと思うね。まあ、そのいつもでちょっとね、自分のスキルも十分上げていくような努力をしてもらいたいと思うね。お願いします。以上。